はい、こんにちは、まさっぴーです。今日は、GoPro5 と GoPro7 のドローンでの、違いをね、比べてみたいと思います。とりあえず今 GoPro5 を2本飛ばしたんですよ。2本飛ばして、でちょっと PID、普段載せてないんで、 GoPro5 ぐらいのね、 Hero5 ぐらいのサイズのを載せてないので、PID がちょっとねおかしくて、ちょっとブラブラ、スロットル上げるとゆらゆらしてます。ゆらゆらしてるんですけど、まあ飛べなくはない。でそれでその状態で、多分ね5だと結構ブルゆらゆらしてるんじゃないかな。で7でどうなるか、まあ、もっとねあの PID でね振動を抑えれば全然綺麗な映像になるんですけど、ちょっとね今日はね、パソコン持ってきてなかったので、失敗しちゃったんですけども、まあ、とりあえずねこれで、GoPro でのね、飛ばし比べを2台いっぺんの、それはないんで、ね、1台ずつなんで、ちょっとねコースが違ったりとかね、なんか雰囲気違ったりとかするかもしれないですけど、ちょっとまあまあ分かりづらいかもしれないですけど、見てみてください。よろしく。はい、それじゃあ、今度は GoPro の7飛ばしますね。ちょっとね PID でプルプル、ちょっとプルプル来てるかもしれないですけども、とりあえず、さっきよりは全然いいと思うんで飛ばしてみましょう。GoPro7 と GoPro5 の、ドローンでの、映り方を見たんですけども、まあ機体はちょっと調子悪くてプルプルしてました。ちょっと足が、ね、折れかかってたのでちょっとね揺れてたんですけども、それでもその振動ほぼほぼ拾わずにね撮れたような気がしますね。やっぱりちょっとね、7の方ねすごいですね。ちょっとね帰ってからちょっとでかいモニターで見なきゃわかんないんですけども、まあ、ちょっと雰囲気見た感じ、ちっちゃいモニターで見た感じでもねすごい良かったんで、やっぱりね向いてるのかなと思います。ちょっとねこれからガラスのねフィルターとかねつけて、前につけてね飛ばされてちょっとね落とした時に怖いんで、これからね買ってつけたいと思います。はい、どうもありがとうございます。最後まで見てくれてありがとうございます。ですね、もしよろしければ、グッドボタンで登録していただけたらありがたいです。じゃあまたよろしく。バイバイ。